両田中。こちら本日宿泊した別荘地です。ライブベニューはこういう宿泊施設を持っているという、ここの家、この家そのものがバンドが使える家という、まあ一応こう物件分かれてて1個2個3個ぐらい物件あって、ここの部分がそのライブハウス、ライブベニューが持っているエリアじゃないの、部位なんていうんだ場所、物件ですね。もう横にこんなクリスマスツリーみたいなのがドーンとあります。別荘地っぽくてものすごく静かですね。崖ですね。崖ったら崖。近くまで行ってみましょうか。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。これはやばい。おお。これは危険だ。崖。カヤックがいる。うひょー。この隙間とかも結構これ終わりだ。この辺もね結構ねあるんですよ、長くの底が。これはすごいな。なんでこれガードレール何もついてないんだろう。なんかショッピングカートとか落ちてる。うちょー。うちょ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 。ここ足元。ガソリンスタンド。今日も空は綺麗です。ザ・地平線でっかい。すごいお腹が空いたらスニッカーズ。はい、こんにちは。ユタでドラムやってます田中亮です。というわけですね、ユタ州のソルトレイクシティという町にやってまいりました。名前はね結構有名なんで聞いたことある方も多いんじゃないでしょうか。本日やる場所がですね、ここ、コピーランダジーって書いてあるんです。この奥、ここです。ここに書いてあるアーバンラウンジというライブハウスでやります。それでは早速、言えてない、それでは早速中の方を見ていきましょう。こちら町の外観がですね、なんか新しい建物がすげえ増えてる感じで、この辺とかすごいおしゃれな、なんか日本のマンションかっていう感じもしなくもないような場所なんですが、こんな感じの入り口ですね。 SUP ランダージー。 SU って何の意味、何の何かの略ですかね。ですね、とりあえず中に入ってみましょう。こんな感じで今日はですね、レストランじゃなくても完全にライブハウスっていう感じですね。入り口入って、こう受付ですね、受付入って中に入って、こちら物販席で、奥や楽屋になってます。でこちら客席、 PA システムがあって、奥にバーもありますね。ステージがこんな感じですね。結構広い、でかい、いい感じの作りになってますね。見た目かっこいい。これで今 PA さんがセット中ですね。で奥がトイレかな、これはなってるという感じの、こんなライブハウスで本日はライブです。恒例のレジェンドもおります。
中。